2013年、ギリシャで反ファシズムを掲げていたラップ歌手が、極右ネオナチ政党、黄金の夜明けの党員に刺し殺された事件をめぐり、長く続いていた裁判に判決が下されました。10月7日、首都のアテネにある裁判所で、歌手のパブロス・フィッサスさんを殺害した被告が所属する党を犯罪組織とみなす判決を下し、実行犯に有罪判決を言い渡しました。判決を聞くために、裁判所の前に約1万5000人が集まり、周辺を埋め尽くしました。裁判を傍聴していた被害者の母親は、応援してくれた多くの国民に裁判所の外で挨拶する場面もあり、また有罪判決と知った瞬間に裁判所の前に集まっていた大勢の人たちから歓声が湧き上がりました。歌手のパブロス・フィッサスさんを刺し殺した実行犯であるヨルゴス・ローパキアス被告は、他の仲間とフィッサスさんを追いかけ、ナイフを使って犯行に及びました。罪状を認めたローパキアス被告は終身刑が科される可能性があるそうです。一方、事件に関与した党首のニコラオス・ミハロリアコス被告は、党の幹部で犯罪組織の運営で有罪が決定し、禁錮5年から15年が言い渡される予定。この事件は、ギリシャ極右政党の党首ら72人が、殺人や犯罪組織への参加の罪で裁判にかけられ、ギリシャ政治史で過去、最も重大事件の一つと数えられます。この裁判は始まってから5年以上過ぎて、やっと判決となったそうです。今回はギリシャのニュースをお伝えしました。